じゃあ SF ですちょっと久しぶりにねあの、動画を回そうかなと思いまして、あのー、今月はね、ちょっと車の直すところがあって、もう本当にね、身動きが取れん、何にもできないんでね、そんで動画を回そうかなっていうつもりになって、まあ、話していこうと思いますわ。本当はね、あのー お金がないときに、まあ YouTube じゃなくて、自分は自給自足やね、そういうことに向けたね、取り組みをやってった方がいいなって思ってますけども、なかなかね、<laughs> 全然行動にできてないね、そこはね。うん。自給自足もね、 できればね、あのすごいっていうか、目指すところなんでしょうけども、それを可能としても、この国はね、あの税金と重税を課してきますから、<laughs> そこは今日うの話じゃないですけども、自分の中で、日本国であの自給自足をやろうと思ったら、プラス益で、 外部収益を取ってないとダメだよ、ね、納税、納税と年金の支払いがあるで、あの、自給自足だけじゃね、あの、自給自足させてもらえんで、外部収益の収益性も、まあ、必要やね。まあ、それはいいわ。それは <laughs>、話がそれましたけども、最近のね、自分の動向としましては、 あの今のねあの働いとる職場をもう離れようというねあの目標を持って、ね、あの取り組んでますわ退社退社に向けたねただねもうあの何て言うのネットとかはさもうさっさと転職しろとかさもうやめろっていう方向でバーって書きいろんなね何て言うの 意見とかがありますけども貧乏人なんてね会社から辞めたくてもなかなか辞めれんでねあの無,無職期間の生活費を持っとらんもんで俺今の会社辞めようと思って思った日から多分退社退社希望日うんその日出せるまでに1年がか,かりやでね <laughs> お金がなくて <laughs>。 だから貧乏人なんて退社したくてもあの仕事辞めたくても辞めれんて、うん、あのお金止まっちゃったら生活崩壊しちゃうもん <laughs> うん、そういうところでねあの今取り組んでますっていうか頑張ってます、うん、退社に向けてね <laughs> そんで、まあ、退社したらね、まあ、YouTube 活動またねあのせっせと上げとこうとは思いますけど時間ができるんでね で退社にね至る理由はねたくさんあるんですけどもまあ今日はねその中の出来事っていうかお話の一つやねあの俺の職場はね本当にねまあね離職が激しい職場でまあそれはねまあどこの会社にでもあることやけどもそれで俺が今働,働いとる会社は3年ぐらいもうおるかな3年3年超えたね うん、コロナが、コロナが始まったと同時に入ったぐらいやから、仕事、うん、仕事がなくなってね、転がり込んだ会社なんでね、3年ぐらいになりますね、もう、まあ早いもんで。んで、1年半ぐらいから、あれだね、人が辞めすぎるもんで、あの、ベトナム人、まあ、ベトナム人だけじゃないんだけど、ベトナムが多いね。 うんただねそういうところもね、あのー、離れたい理由の一つなんだけどただベトナム人が嫌いっていうわけじゃなくてね、あのー、彼らはもう半分騙されて連れてこられたような人材やもんね,ね、あのー、彼らに直接ね、あのー、恨みとか怒りを持ってるわけじゃないんでねあの何、ー、て言うの権力者どものまね ロンンダリングの道具だな、うん、俺もそうだけどその中の一人だけど彼らも同じようにねあの似たようなもんですわ道具として利用されとる被害者の一人ですわそれはいいんですけどもね俺の職場ねうーん人は辞めるし 班長は班長の、まあ、人としては嫌いではないけど班長としての仕事もねあのー、人らんしな。で職場がガッチャガチャでねぐっちゃぐちゃでね人がどん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 つっあの去ってくっていう職場だね。でそんな中,中でもねあのー、非正規の子なんやけどこれが今日の本題なんやけどすごいね仕事のできる女の子がね あの辞めちゃったっていう話なんですけどもその子はね校庭がね5校庭とか6庭俺工場で働いてるんですけども、まあ、とにかくたくさん校庭できるっていうか仕事ができる女の子でね、まあ、その子との何ていうの面識はあるけども別に仲がいいわけでもないんでねあの友達でも何でもないんでまあ知っとる子でね その,その子がねまあいや仕事のできる子がね普通にあっさりとねあのー、会社を会社が何であの子止めんかったんかなーってねあのもうもう後の祭りで辞めちゃっとるんですけどその工程が6とか5工程ぐらいできる女の子でねいろんな工程できるんですけど。 でその子も非正規で働いとってで辞めちゃったわけですけども退社理由はわかんないですけどもその子と同じ仕事量仕事の工程をこなせるっていう辞めちゃった後にねあの班長とはね俺あんまり仲良くないっていうかは話すことがないからあんまり好きじゃないんでねあの幹部候補生みたいなね次の。 管理職に就くであろう子とは仲がいい,いいもんでねあの子を辞めちゃったけどあの子と何で引き止めんかったって俺言ったんだって金払ってでもそんであの子と同じ仕事量ができるようになるまでにあの何年かかるって言ったら3年って言ったんだわ。 じゃああの子と同じ子が仕事ができるようにね今あの子が抜けちゃった穴分を埋められる子が育つまでに3年後やんこの会社と思ってねなんであっさり辞めさせたと思ってねまあその子に言っても仕方ないんでね幹部候補生の子にまあ止められるとしたら班長かねその辺の会社の人事の人が止めるべきなんやけど。 あのー、俺,俺の会社でも何でもないもんでねもう終わった話やでどうでもいいっちゃどうでもいいんやけど仕事をさたとえ非正規の子であってもさあのー、仕事をできる子を失うっていうかやめちゃうっていうかさ逃がしちゃうっていうのはさ企業にとってあのー、損失っていう感覚がないんだなと思ってさ。 またね、連れてこやええや、ベトナム人連れてこやいいや、代わりに人を、人は連れてこれるで、みたいな感覚なんかな。まあ、そんなような感じがする。うん。でもその、そのね、あの、女の子はいろんな工程ができる子でさ、あの、優秀だったんだわ。で、ね、 引き止めるんやったらさあの辞、ー、めてくれって言ったってそんなもんその子には関係ないことやもんでねあのー、お金払うでもしくは正社員にあげるでって言って引き止めなあかんところやろうねその子の穴を埋めれるのは3年修行した子しか穴埋めれんもんでさちょっと駐車場に誰か来たなうんそういうことでね もっっったたいいななかてうねまあそういう人が辞めてく職場にねしがみついとっても仕方ないんでもう自分もねあの退、ー、社しようかなっていうか新しい職場にね、まあ、ちょっとやりたいこともあるっていうのはありますけどもそういうことでね最近頑張ってま,すわまあそういうことかなうん。 ちょっと人が来たんで、どうかと思います。ありがとうございました。